皆さんどうも、こんにちは。PNP 生き物チャンネルです。今日はですね、これ見てくださいよ。これ。これ何だと思いますか？これ何だと思いますか？これ、幼虫が入ってます。コバエが湧いております。オーマイガー！コバエが湧いたんだよ。コバエが湧いたんですよ。そいでですね、私最近ですね、掃除機新調しまして、吸引力がね、一向に衰えないと言われる、ダイのソンをですね、ダイソンを購入いたしました。全然どうでもいい広告です。今回ですね、これをね、開けたいんです。どうしても。なんかね、幼虫がここにうっすらと映ってるんですよ。ほらほらほら、黄色くなってるでしょ。これなんか全容っぽくて心配で掘りたいんです。だけど、開けるとですね、ハエが舞うんです。これダイソン吸えばいいんじゃね。ですね、今回ですね、コバエをダイソンで吸いつつですね、全容と思われる幼虫を回収しようという作戦であります。こういう動画見たことないですね。ダイソンで吸って幼虫回収。はい、じゃあ今日はですね、それやっていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ではですね、これがダイソンです。アタチメント付き。これね、おう、いい音ということで釣っていこうと思います。これはですね、開けますよ。まずここストッパー外しました。もう行きますよ。いきなりやっちゃいますからね。ダイソン行くよ。いい？とりあえず救出しよう。ほら早く。これ絶対全容だ。全容全容全容だぜ。よっしゃっしゃ。うわ、こっちにハエがめっちゃいる。まずこれちょっと。よし。やっぱり全容でした。はい。上の方に作ってましたね。なんかちょっと色が悪いです。はい。この辺とかなんか赤くなってるし、大丈夫かしら。はい。ということで、とりあえず、全容は回収できました。これでもう完璧に、これ全容なんで、ちょっと丸々けどね、人工養殖に入れておこうと思いますので、ね、よろしくお願いします。ダイソンすごいね。ハエ、吸うわ。はい。それではですね、ヘラクレスです、これは。ヘラクレスオオカブトムシの全容です。中古のいい感じの人工養殖、まだ取っておいてあるんで、ここに入れようと思います。はい、こんな感じでヘラクレスの幼虫は置いております。ではですね、コバエまみれちゃんのマットから、マットの上の方にね、もう作ってました。幼虫を作ってたと言えないですね。ですので、これをですね、ここに置きます。よいしょっと。はい、どうぞ。いやー、よかったわー。あっ。あっ。落ち着かない？あっ。落ち着いてくれ。肌触りが悪いのかな。大丈夫か？あと1回で終わる。お、もう1回やるか。ちょ、終わんない。はい。ということで、どうでしょう。あ、終わった。あれ？これ、穴開いてるな。中に水が入ってきてる。あれ？これ穴が開いてる。
はい、ということでした。今日はですね、すごい短い動画でしたけれども、ダイソンでコバエを吸うというね、なかなか面白いことができたんではないかなと思います。これからもですね、外寒いじゃないですか今ね。コバエがいるからといってね、こうブワーって開けて幼虫っつってこうブワーってできないんですよ。ちょっとかわいそうで、幼虫もこうってなっちゃいそうなんで、ちょっと今回はこのような形にいたしました。はい、ということで今日はね、これすいません、以上です。コバエまみれの、コバエまみれの容器からですね、全容と思われる幼虫が透かして見えたので、ダイソンを使って救出してみましたという動画でした。はい、もしね、この動画、このチャンネル面白いなと思いましたらですね、チャンネル登録していただいて、ついでに高評価ボタンもポチッと押してからさよならしていただけるとありがたいと思います。では、次の動画でお会いしましょう。